こんにちは。広島県出身22歳のふっぴこと藤本優香です。お昼にちょっと15分だけやります。おはようございます。夜もできたらまあやるかもしれないけど、昼にやります。今日は公演があるのでまだメイクしてないです。15分だからこう40分までやります。こんにちは。今日は火曜日か水曜日、どっちか。おはようございますだって。まあギリ朝ですね。昼11時半って昼なんですかね。どうなんだろう。おはようになるのか。火曜か。今日はおはようって何時までおはようなんだろうね。12時過ぎたらおはようじゃなくなるのが。でもなんか11時半は朝というより昼っていう感じがしますね。なんか11時は朝、11時半は昼っていうイメージ。DMM 最善で見ますだって。 DMM 最善で見てください。11時過ぎたら昼。11時はなんかまだおはようございますっていう気がする。半だな。受験の人ありがとうございます。ちょっと今日はまだ公演があるのでメイクをしてないのでマスクをしていますが、決して風邪ではありません。今日なんか久しぶりに雨降ってます、愛知県は。最近全然雨降ってなかったんですけど、昨日あったかかったんだけど、雨が降っています。まあ人によって時間の感覚は違いますか。10時半、私10時半まだ朝だな。まあ人によるよね。花粉症的に、花粉症って雨が降ったら落ち着くんだっけ。雨が降った後がやばいのか花粉症は。雨が降って晴れたら花粉がまた舞い上がってくる。なんか花粉症じゃなかった。今日は愛知県は雨が降っています。非常にレイニーです。嫌ですね、気圧が。何AF さん振られましただって。そんな、まあね、人生山あり谷ありですよ。ね、まあそううまくはいかんですね。AFさんが励ましてあげましょう。人生よもやよもや。まあでもね、告白をねするっていう自体がいい、良かったと思いますよ。結果はどうであれ。
さんに会い、そう、うさんに会いに来たら励まします。レイニー、レイニー、今日はレイニーよ。レイニーはね、頭が痛いですね。気圧が低いので。レイニーは嫌だな。今日は全国的に雨が、でももうね、いや私ね、昨日ね、普通にね、めっちゃ夕方頭痛くてね、絶対明日雨降るなって天気予報見てなかったんですよ。天気予報ね、見てなくてね、昨日のね、夕方ぐらいにすごい頭痛くなって、絶対明日雨降るわと思ったら、今日朝雨降った。気圧は嫌ですね。気圧が一生高い国ってあるんですかね。ちょっと募集中です。ハロー、初めてふーちゃんのオンライントークやってみて、ありがとうございます。待ってます。暑いので扇風機で過ごしてます。扇風機、広島出身です。こんにちは、初見の人ありがとうございます。どこだろうね、ハワイかな。あ、でもハワイは台風が来るかね。そうです、そうです。動物みたいね。動物、人間って動物だよね。人間も動物ですもんね、結局は。今日はいつぶりの公演かな、2月14日に出たから半月ぶりぐらいの公演です、私。だから久しぶりなんですけど、頑張っていきたいとは思っています。そう、バレンタイン以来だよね、確か。違ったっけ、いや14日だ、最後に出たのは。2月の14日に出たのが、だから半月ぶりぐらい。公演自体が作んなかったから久しぶりですが、頑張りたいと思います。今日は6時開演ですね。お客さんはまだ46人。もうちょっとしたらいっぱいになる、いっぱいになる。あ、そうだそうだ、リベンジ公演があったんだ。14日にあって、リベンジ公演が、あれ ?14、18? だっけ ?18 かな、リベンジ公演は確か。でも K2 の最終ビル自体は14が最後だったのでね、久しぶりなので。頑張るぞ。いつから110人なんだろう、わからない。昨日見たけどもう忘れた。3月の何日だろうね。もうちょっとしたらよ、あと1週間ぐらい。さんの名探偵可愛かった。ありがとうございます。制服を見てきた名探偵楽しかったな。そう、あざとい選手権のやつ、筋トレどうですか、腕立てして胸が痛いです。最近ね、やってますやってます。3月は本当に毎日やるので。でも背筋を始めたんですけど、背筋、肺が、肺じゃないや背筋って何、背筋って肺じゃないよね、腹
筋の反対ですよね。背中が筋肉痛ですね。そうです。君は制服を着ためいたんで恋に関する何件ありえない。あれとこれをつなげるポニーテール6日が46人での観客での公演を最後。46人は6日が最後。6日は 何公演だろう。わあ、コンペイトが降ってきた。ありがとうございます。46人が6日が最後で10日から人数が増える。2倍になると結構当たる人とかもさ多くなるのかな。当たり前に、まあそれはそうか。今まで外れてた人が当たる確率がちょっと上がりますね。110人、46から110って何人増える。110-46は何。110-46は何かな。筆算しないと分かんない。できないできない。え、待って、110-46は本当にできない本当にできない。誰かやって。何人増えたら110になる。64から。みんな答えが違うな。みんなもバカだな。さんと一緒だな。みんなコメントの答えがバラバラなんだけど、誰が合ってるのか分かんない。みんなも計算できない。誰も計算ができませんね。困ったね。みんな答えが違うから誰が合ってるのか分かんないよ。全然答えが揃ってない。何人増えるんだ。46人。110-46、自分で計算しよう。よいしょ。自分で計算しよるよ。何人増えるかは引き算すれば分かるから、110-46、64だ。64人も増えるんだ一気に。すごいね。あ、コンペイトギフトありがとうございます。幼稚園だねここは。みんなコメントね答え違かったよ。みんなさんと一緒だね。レベルよかった。何さっきから、さっきから言ってるかもしれないけどさ、いろんな答えがありすぎてさ、正解があったのかもしれないけど、どれが正解か分かんなかったもしかしたら正解の答えがあったのかもしれないけど、他にもいろんな答えがあったから、その中から答えを探すのができなかった。あ、15分経過した。61日じゃないや今日テロップが出た。701日だった
通に間違えた、鼻炎。よかった、みんな釜山小学校からやり直しだ。小学校から合わせて12年間何を学んできたんだろう、学校で。悲しくなってくる、釜山。自分が64人も増えるんだね。え、すごいね、46の反対が64だね。だから覚えやすいね。今46人でさ、何人増えるのって言われたら46の反対って覚えておけばさ、答えられるね。これから公演10日から何人増えるのって言われたら、今46だからそれの反対の数字を言えば、ひっくり返して言ったら増える人数が分かる。ちょうどすごい、一気に60人も増えるってすごいね。どういう感じになるんだろう。人数のなんか席の感じが全然想像つかないな。立ち見とか増えるのかな。どういう感じなんだろう。嬉しいな。でもお客さんは負1が負28、負3 27、 え、27じゃない、21よ。え、21が2、え、負1が負、負28、負3、あ、27か。まあいいや、くだらなかった。さんの話に、またくだらない話をファンの人に押し付けるところだったから終わろう。あ、コンペイトありがとうございます。ということで今日は一応15分やっておきましたので、夜は多分公演が終わった後にできそうだったらやるけど、なあ厳しいかもしれませんね。ということで今日は公演頑張りますのでよろしくお願いします。バイバーイみんな。